これ予選第1回戦後半戦でございます。よいしょ。はい、というわけで、前半戦を打ってまいりました。それぞれ表情に朝とは差が出ておりと思いますけれども、予選に抜けれるのはたったの2人。お、予選抜ける自信が今の時点であるとなしということでね。皆さんが、死亡遊戯ということでよろしいか。じゃあ自信がもうないぞ。おお、俺もやろ。それやろ、勝手にやろ、勝手にやるぞ俺やろ。あ、ちょっと待ってください。自信はないけどプラス収支の人。プラスではない。いないみたいです。嘘ついてます。嘘ついてます。嘘ついてます。じゃあおのるさんがまず確定ということで、あと一人ですね。あ、そんなに展開悪いですか。ただどうなんだ、みんな高設定みたいなのは挙動があったりとかっていうのは。俺は割と高設定っぽいですね。なんで自信ねえんだよじゃあ。いやいや、なんかね、展開1回出玉もついてきてないんで。なるほど、はい、そんな、僕らの多少グダグダ感あふれる、実戦を、ずっと見守っていただいた篠崎さん、はい、前半戦どうでしたか。やっぱりね、あのね、おのるくんはちょっと謙遜してるけど一歩突き抜けてる感じがありますね。でね、初当たり2回ですからね、うん、みんなね苦労してるの仕方ないんだよ、はい、あの朝一から稼働が良くて、あの移動したくてもできない状態なんで、はい、でさらに言うとこのホールさんね、あの夕方になるとさらに稼働良くなるんで、あ、もしね今の今打ってるだけ厳しい大移動したいと思うんだったらあと2時間いないぐらいに考えないと厳しいと思う。そこら辺考えて買いました。集まってください。はい、ありがとうございます。やっぱ素直ですね。やっぱ篠崎さんが言ったとこに返事するひなちゃんと僕が言ってるやつに返事するひなちゃんの顔の輝きが違いますね。おお、あーみたいな。みたいな。ということで、じゃあ残り2時間が、勝負の見どころじゃないかということで、うん、果たしてこの中から上に抜ける2人誰なのか。ね、皆さん自信なさげですけど諦めずに最後までいきましょうと。はい、いいですね、元気はありますね。はい、それでは決勝突破目指して後半戦も頑張るぞ。ということでですね、後半戦スタートしていきたいと思うんですけれども、僕の方が現在 AT 中で若干のマイナスで、七海さんの方が新鉄拳を目指すと、はいはい、まあ、あの敵なんですけどさすがにそろそろ入れてほしいなっていうのはあるんで、まあ、若干応援はしてます、はい、ありがとうございます。なんで、はい、一緒に頑張っていきたいと思います。お、七海さん頑張れ。間違って勝たないかな、もうお願い。勝ったことないんですよね。ほんまにお願いします、お願いします。頑張って、頼みます、頼みます。あー、メダルが足りない、しかも演技が悪い。大事なのはこの後の連打が待ってますから、お願いします、お願いします、勝って。あー、もうもう泣いていいですか、泣いてもいいですかね。もう総投資が5万9000円、きつい。うわあ、もう心が限界です。はい、今から後半戦が始まるんですが、前半戦の最後でも言ったように今
周期8周期目スルーしてますので、とりあえずこれ当たるまで AT 当たるまではやるんですけど、ちょっと稼働が本当に高くなってきてしまったので、後半戦どうなるかちょっと自分でもわからないんですが、とりあえず頑張ります。はい、それでは僕の方後半戦、ラジタ祭りが、まあ、残り約400ゲームの、状態からスタートです。まあ、後半戦でこれを終わらせないようにそのまま出玉も伸ばして、ぶち切りで勝とうと思います。よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。後半戦ですね。まだカメラが来てないですけども、お前はまあ出てねえから打ってていいやと言われた松本バッチです。どうも。後半戦はですね、早い時間帯から、バキバウの85パーループのマスターグラッシュにぶち込んで、なんとか、投資をまっくり、多分みんな苦労してるんで、プラス500枚とかでも2着狙えるんじゃないかと思ってるんで、そこを狙って頑張りたいと思います。だっ10万負けばありえるぞ。それでは、僕はですね、このおとつチャレンジ成功から、スタートしていきます。で、おとつチャレンジ成功からの ART は基本的にはもう、出陣ラッシュには突入しないんですが、恩恵としては、一発ですね、ここから ART を継続させると最低でも33パー以上で一発目に出陣ラッシュに突入するので、何としてもものにしたい。まあ、そのためにはまずはランプ玉を今2個なんですけど、これを貯めないと40ゲーム間でランプ玉は4個。お、超熱い。これは大丈夫でしょう。やったぜは出ない。よし、あ、しかも X が出来上がってるから出陣ラッシュ。いや、これですよ。一発目が重要。いやー、少ない。4個。さあ、それではですね、後半戦の方、前半戦、まあ割と挙動が、悪くないっていうか、まあ、むしろいいという展開だったんですけど、まあ、出玉がいかんせんついてこないというところですが、まあ、設定差ないところで引けてないというのが現実なんで、まあまあこの台、まあ空き台もないし、まあ他の機種もね、空き台になってる台はあんまり、まあ基本的にいい台ではないので、とりあえずこの台を、後半戦もとりあえず打っていきたいと思います。まあ後々展開悪くなってちょっと台移動する可能性もありますが、とりあえずはこの台で頑張りたいと思います。はい、ではこれから後半戦の方始めたいと思います。前半戦チャンスを入ったところで折り返したんですけども、ちょっとそれも消化して終わっちゃって、ちょっと残念ながら当たらなかったんですけども、まあ、一応チャンスの入りは良さそうなので、このまま打ち続けていきたいと思います。よろしくお願いします。今、周期天井ですね、10周期目の関所チャレンジで残ってるのが、北さんと天狗、あ、違う、北さんじゃない、矢地さんと天狗。天狗がいいな、天狗がいい。あー、天狗、よし、これで3桁は100ゲーム以上は確定。あ、待って、これ来た。300来た、よっしゃ、やった、まさかこんなに乗ると思わなかったか、すっげえびっくりしてるんですけど、やりました。総投資2万円ですけど、ちょっとこれで取り返せるかもしれない。頑張ります。さあ早速カットイン、まだ青はなかなか揃わないですよね。
揃った揃ったアマテラス。はい、約200枚ですね。完全に、陥っております。荒れ地獄のように、指定騎士ほぼ満席という状況です。いわばこれをやめてしまった場合、実質上のギブアップになるので、なんとかここもね当てときたい。お疲れ様です。たったの200枚、この200枚を得るために私は2万1000円投資しました。無念です。もうああそうか。おし、これはもらった。え、なんだこれ。いやでも当選はしてますね。いや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 、はい、ありがとうございます。危ない、助かった。ちょうどゲーム数が300超えたところだったんで危なかったですね。これ下手したら512あたり超えて天井行ってとか可能性ありますからね。命拾いです本当に。よし、ナイス。はい、あざーす。1ゲーム流れ来てますよこれ。うめえ超うまいんですけど。マジっすか、素直にいこうやっぱダメな気がしました。時間も、夕方5時を過ぎてさらに稼働がちょっと良くなってきちゃってるんですよ。でただちょっとだけ気になるのは、厳しい台なんだけど空き台が出ないからこうなんか周りを見ないで粘っちゃってる感じも見受けられるんで、この段階でもある程度この台が空いたらすぐに抑えたいなみたいなのを、指定機種の中で何台か目星をつけとけば万が一空いた時にねすぐ移れるようにこう考えておくことができるんで、そういうこともね、しといた方が今の段階だったらいいんじゃないのかなと思います。特にね、ばあちゃんの島なんかはちょっと気になる台が空いたりしたんですよ。なんだけど、全然みんなばあちゃんの島気にしてない人もいるし、鉄拳もしゅんくんとななみちゃんが打ってる背中の島ちょっと気になる台あったんで一回空いたんですよね。でそういうところしっかり見えてるのが、こういう、決して楽な状況ではないんですけれども、自分がチャンスある台に移動するためにこうやっとくべき、しっかりねチャンスあるときに生かすためにやっておくことなのかなと思います。満席埋まっております。なので、バーチャファイターとヤジキタは打てないです。ちょっと遠いんですけどリングを見てきます。空いてたらいいな。うわーやってしまった。ちょっとやっぱりパチスロ鉄拳サードは青七ばっかりが続いてしまうとダメですね。減る一方ですし
チャンス目で10も乗せたけど私の引きが弱かった。ちらりいっぱいですね。打てる台ないですね。どうしたらいいんでしょうか。ちょっとこういう時は篠剣先生に相談しに行こうと思います。もうって言っても私の鉄拳か仕事にしか空いてないんですけど、とりあえず篠剣先生にご相談に行きます。すいません、篠剣さん、もう打つ台がなくって困ってるんですよ。あ、もう危ない、さすがに危ないから、はい、ダメです。なんかお客さん多いけど、はい、まあ本当これとか、はい、矢敷田とか、はい、まあちょっと設定良さそうな台は空いたりするんで、はい、ちょっとそういうのを様子見てるのが一番いいと思うよ。さすがにあれ危ない感じするんで。そうですよね。まあ頑張って。はい、ありがとうございました。すいません。とりあえず今5台ある中で2台空いてるんですけど、こっちの方がまあ一応履歴もよくって、今の鉄拳を打つよりかはいいかなということで、こちらのバーチャファイターですね、移動いたします。さあ、今ですね、後半戦始まって、一発目のボーナスが必殺モードつながったんですけど、単発で今2発目のボーナス引いたんですけど、これ終了画面見てください。ちょっとね、あの見慣れない画面なんですけど、これが、ちょっとキャラクター名を忘れてしまったのでちょっと確認します。あの千&律、千&律なんで、これ天国以降確定の、終了画面なんで、まあおそらくですけど天国以降すれば、まあ、高設定ほどしやすいはずなので、またこれもあのプラス要素としてあの確認できましたので、まあ本当あとはね、データも出すだけなんですよね。あの多分設定は本当結構良さそうなんですよね。お、これはでも共通ベルの可能性もあるんですよね。あ、共通ベル、まあ、終了画面であれは1000&リッツっていうのは、天国モード以降確定と、いうことですので、今は確実に天国モードに、滞在していると、まあ、イコール、高設定の期待度が高まるということでですね、まあ、後半戦、まあ、まだ、残り時間残ってますので、このままこの台をですね、今日は多分空き台の状況とか見てもおそらく打ち切るんじゃないかなという気がしております。あ、終わってもうた。310ゲーム954枚。ああ、いつも赤いっけな、これ。あれ、いつもこれ赤いっけ。見てないよ。また3桁。よし、さあここ超えればね、あと振り分け均等だから、ここ超えれば、あー100か、でも100十分。よしよし、これでまくれた。いやー、ナイスだよー。今ビッグ中、超やつが回すように花火柄の扉が閉まったんですけど、なにこれ、スイカ強チャンス目、スイカオーバー強チャンス目、スイカ押しますよ。はい、意外としょぼかった50乗せ、え、ほんと50乗せだけうまい、うまいよ。花火が鳴った、花火が鳴ったよ。
スイカ、スイカ50。お、今日チャンス目。おー、ゆっきり。今日チャンス目から100。後半スタートした時がちょうど400ゲームだったんですけど、戻りましたね、これで完全に。はい、じゃあそれではですね、後半入って一発目の AT 入ったんで、まあちょっとやっぱ投資が結構かさんじゃってるんで、やっぱちょっとここ伸ばしたいところですね。でやっぱこちらに移動してから今日の挙動がいいんで、まあこれ例えば飲まれた、この出玉がまた飲まれたとしてもまた追加投資して続けると思いますので、まあ頑張ります。すげえ過酷なルールですね、これは。もうやめる、この台を離れることはほぼギブアップを意味し、そしてかけてね、打ってる台は丸くし反応しないっていう。いやー、これはね、おやじ本当、まあ、店によると思いますけど、序盤大事だな、動き。このね、序盤にしっかりある程度形作らないとドツボにはまるルールですね。次に生かしたいと思います。以上、マタフトバッチの、スローマガグランプリでした。さようなら。はい、今液晶上が387ゲームなんですけど、下皿、そしてクレジットが飲まれようとしています。いやー、後半戦始まって追加投資です。いや、正直台の方もですね、前半戦の終わり際まではまだ高設定あるのかなっていう気持ちで打ってたんですけど、共通ベルの確率もすごい悪くなってきた上に、鉄拳チャンスの突入率もすごい悪くなってきちゃったんで、ちょっと厳しいかなっていうところがあるんですよね。たださすがにゲーム数がもう間もなく400ってところなんで、当たるまでは打とうかなという形なんですけど、ただ稼働もありすぎて動けないんですよね。もしこれでボーナスを取り終わったとしても、なんで正直かなり厳しいです。もうなんだったらこれが512の、モード B ですかの天井で当たらずに、モード A の777まで行く間に新鉄拳に入れるみたいな、そういう形じゃないとちょっと逆転っていうかプラス中止は厳しいんじゃないかなっていう形になっちゃいましたね。さあ、ただいまですね、先ほど終了画面で千安とリッツが出て天国以降確定だったんですけど、で天国行ってて、まあ、スイカからボーナス当たったんですけど、今ボーナス、そのボーナスで必殺モードスルーしちゃったんですけど、はい、またこちら画面ですね、こちらが、まあ、田中様なんで、チャンスゾーン突入天井到達までレア子役7回、で行くので、レア子役7回引くのは確実に、オリックオリックじゃない、おとつ、おとつチャレンジか、集結チャレンジに行くと。で、そのチャンスゾーン7回天井っていうのが、6だと別格で行きやすいみたいなので、で、そこに行ったというのがこの終了画面で確認できますので、やはりですね、この台推測要素的にはかなり強いと、いう感じですね。はい、ということですね、今、貴重上のゲーム数見れますでしょうか。528ゲームということですね、512あたりの前兆が終わりましたということで、ここからは新鉄拳ラッシュ、そちらを目指して打っていきたいと思います。というよりもですね、ここで新鉄拳入れないと、もう僕の勝ちはありません。ですので、ここのゾーンでなんとかぶち込む、それしか勝利の道筋がないので頑張りたいと思います。
今日初めてみんなチャンス目、いや乗らねえかい。お、赤文字で、お、映像安定しましたね。お、萌えちゃん、萌えちゃん、熱そうだな。このアングル、お、猫、おーしよしよし、とりあえずストックですね。選択要素としては、まあ、偶数設定は、偶数設定のこうジャックチェリー46に対してスイカが36、24っていうところですかね。まあ1もあるっちゃあるんですけど、全然ただ今の現状だとちょっと稼働が、日野健さんも言ってたんですけど、夕方になって稼働が一気にまた上がって、今仕事人が、全部埋まってる状況で、この台を、まあ、偶数設定の台を捨ててまで他の1かもしれない台に移動するのはちょっと怖いので、そういうことを踏まえると多分残り2時間この台で粘ってどうなるかっていうところですね。私ですね、ちょっと残り2時間ほどで、マクラ王の 2.0 マイルではなく、まあ、あの順当の速いやつが空いてれば移動して勝負かけるのもありかなと思ったんですが、まあ、鉄拳が1台空いてたんですけど、まあ、あの自分の投資額と、あの小野大先生の持ってる出玉とで、ひなちゃんも1000枚ぐらいと、間に合いませんということで今チャンスゾーンの、ゲージが溜まってるので、今まではもう 85% ループだけにこだわって消化してきたんですが、負債回収を目標に500枚でもいいので持って帰るという、目的地を変更いたしました。バンジーキュースでございます。残念ながら、バンジーキュースでございます。現状1位通過は、オノル君がもう間違いない状態になっちゃったんで、肝となるのは2位通過者なんですよね。2位通過はマイナス1000枚から2000枚に収まれば十分2位通過の可能性がある状態なんですよ。逆に言うと3000枚ぐらいマイナスの方もいるんだけれども、正直十分2位通過の可能性ある状況なんで、最後までね、みんな諦めないで頑張っていただきたいと思います。はい、今出玉が飲まれてしまったんですけど、周期を、6回スルーしてて今7周期目なので追加投資します。はい、再び お久しぶりでございます、ということで、あれよとですね、天井が、まあ、追加というのは999なんですけど、700以降、必殺ボーナス確定というところなんですけど、例えば645ゲーム追加投資1万4000円で、総投資が3万の6000円というところで、ようやく恨み玉からゲッツという感じでですね、ここで、必殺ボーナスを引けないと、もうあとは皆様のがお分かりになっていると思いますので、ここでまだね、あの必殺ボーナスを引ければまだワンチャンあると思います。ギリギリ、さあどっちですか、どっちですか。いやー、お疲れ様でした、本当に。まあこれでパチスロは何が起こるかわからないということをですね、
視聴者の皆様にお伝えした、できたかと思いますので、本日は、この先自分が映らなかったらですね、まあ、そういうことだったと思っていただければ大丈夫ですので、この先もしかしたら何かあったら、ね、再び出てきたらそれはもしかしたらもしかする可能性ありますんで、まあまああんまり可能性はないと思いますが、ご期待していただければと、はい、思いますので、今日はありがとうございました。はい、ということですね、商業が775ゲーム、新鉄拳のチャンスは幾度となくあったんですけれども、これがラストチャンスとなりそうです。いやー、これはちょっと奇跡が起きてほしいですね、本当に。ちなみにここまでの、トータル投資が、ジャスト4万円。さあここからデビルバトルです。さあさっき七海さんは巻き合ってたんで頑張って、ほんと。はい、お疲れ様でした。お、あー起きないか、残念。あー弱い全部が弱いパターン、奇跡起きないよね。ちょっと高いけどダメ。お疲れ様でした。はい、お疲れ様ですありがとうございます。終わり6連278ゲー、これが本日の最高獲得枚数です。あと2つ、よし。やったー、やりました。よし、今1、2、3、4、これで6人ですね。よし、ありがとう。何これ、めっちゃ面白い。もうなんかドキドキ感とこのリールの感じすごい好きですね。もうわー、よかった、安心安心。ここでまた全部使い切って投資なんてもう嫌ですからね。はい、ということでですね、時間が来ましたので本日の実戦は終了といったところです。本日総投資が3万6000円の、回収が0枚、ということでですね、まさかまさかのちょっとね、前半戦終了した時には出玉も持ってて、推測予測もよしといったところだったので、後半戦は出玉伸ばせるかなと思ったんですけど、まあまあこんな見ての通りの、今初めて後半戦、俺が映ってる可能性もありますけど、ですね、まあまあこんな無様な展開になってしまいましたので、まあ、最後はですね、パチログの方は、先ほど読み取ったんですが、パチログを押してさあ、データクリアと押せば本日の、全てがですねクリアになればいいななんて思いながらですね、データクリアをイエスと押して、戻っても3万6000は返ってこないと、言ったところですね、本日はどうもありがとうございました。はい、残りですね実戦時間があと20分ぐらいに、なってしまったので、まあ、ちょうど天国も抜けて、まあ、天国の可能性がゼロになったので、まあ、ここはいいやめ時かなと思って、自分はここで実戦を終了させていただきます。で、総投資がですね3万6000円に対し獲得枚数はこのぐらいなので、マイナスには、なってしまって、ちょっと予選突破はきついかなと思うんですが、
ただですね、朝からこの台ずっと偶数設定の可能性が、まあ、高い高いって言って、打ち切ったんですけれども、最終的に設定推測ツールに入れるとこんなになったんですよ。なのでこれを見るとですね、まあ、何が悪いって僕が悪いんです。僕のこの腕が、こいつが悪いんですよ。こいつが、こいつのせいで、今日はマイナスになってしまいました。お疲れ様でした。当時はですね、もう実戦時間の終了時間も近いということ で今443ゲームでこれ以上打っちゃうと天井までっていうのもちょっと意識しなくちゃいけないの で、まあ、ちょっと前にチャンスオンを使ってちょっと切りがいいので、ここで自分の実戦を終了したいと思いますので。はい、お疲れ様です。後半戦が終了のお時間ということでここで終わりにしたいと思います。ずっとねこのヤジキタ同中期打ってたんですけど、まあ、結果は後ほど最後にまとめてお伝えしたいと思います。お疲れ様でした。はい、ということでですね、 AT の方が終わってしまい、先ほどですね882枚で終わってしまってちょっと足りないなっていう感じだったんですけど、終了後、液晶上では、まあ、5ゲームあたりなんですけど、レインボーの鉄拳チャンスということで引き戻しました。もしかしたら抜けれるかもしれません。ちょっと周りの状況を見てみたら意外と僕らのあたりで競ってるのかなっていうところがあったので、ちょっとこれ伸ばしたらあるかもしれないんで頑張りたいと思います。おそらくなんですけどボーナスを3、4回引けたら、だいぶ2抜けが現実味を帯びてきます。なので本当ここ勝負です。ありがとうございます。お、カンガルー、よし、1ゲームうまいで、流れ的にはここで赤7を引くと逆押しします。はい、完璧あるぞ本当に。これはもうちょっと箱使います。やったー、こんな、ちょっと待ってください。もう夜あと終了時間ももう近いってところで初めて今日使います。アドバイスいただいたおかげでこんなにも楽しく、しかも連チャンできて、ああ神様や。長きにわたった AT が終了と。さあ1430ゲーム6364枚マッシュが17回。はい、というわけで、ちょうどここで実戦時間が来てしまったということで、僕の実戦は、AT を取り切った、まさにその瞬間、終了となりました。ありがとうございます。一撃6000枚プラス元に1000枚ぐらいあったのかな。まあ、なかなかの獲得枚数となりました。はい、多分さすがに通過したと思うんですけれども、結果を楽しみにしたいと思います。はい、ということでですね、現状、AT 終了後27ゲームのところなんですけれども、その128あたりまで回した後に投下となってしまうとちょっと時間の方が、微妙かなというところなので、ここで終わらせてもらおうと思います。おそらくなんですけど、2位争いにちょっとは食い込めたのかなっていう形なので、結果がどうなっているか、個人的に楽しみにしたいと思います。お疲れ様でした。状況的には暫定に2位か3位ぐらいな感じだと思うですね。いやー、ちょっと時間的に打てそうなライブでもないんですよね。結構後半バタバタって持ってかれたの拳。そうですね、44ぐらいあってもいい。その後実はめっちゃ上乗せしたんですよ拳を。なんですけど、50スルーしました。やらかしました。それはきついわ。いやもうこっから勝負するかしないか人によって見た方がいいと思う。そうなんですよね。
なんでちょっと全員の様子見てみたいと思います。ありがとうございます。不意に負けてしまいましたね。14人抜き1075枚。はい、ですね、もう今ちょうど線ちょっと出て、でもうこの時間からちょっと追うっていうのも難しいので、今日はこれで実戦を終えたいと思います。というわけでちょうど20時、獲得枚数は流してみないとわからないですが、おそらく400枚ぐらいでしょう。結果の方は投資を言ってしまえばですね、85000。エンディングはトニーさんに仕切ってもらおうと思います。お疲れ様でございました。スマーグランプリ予選第1回戦実践終了でございます。イエイ、お疲れ様でした。実践者の皆様お疲れ様でございました。お疲れ様でした。篠健さんお疲れ様でございました。お疲れ様でした。で、篠健さんには後から、総括といいますか、はい、解説として、コメントをいただくとしまして、はい、早速ではございますが、うん、はい、8人の中から抜け出した上位2名、うん、誰だ誰だ誰か、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 まず第1位抜け、はい、ぶっちぎりでございます、小野先生。イエーイ、やりきた万歳。プラス6493枚。あ、いいです、いいです。そして第2位、はい、マイナス終始ながら真田駿君。はい、一歩ぐらい、一歩ぐらい出たらいいです。いいですか。すいません。はい、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 ということで、今回の第1回戦はおのるさんと真田駿君が決勝に進出すると。はい、意気込みとかはどうしますか。いらないです。やるなら個人的にやってください。はい、もうね、自由だな。それで、前半戦長く戦い、長い戦いが終わりましたけれども、次は、第2回戦ということで、また別の8人が現れて2つの椅子を競う、うん、そしてもしかしたら、僕ら6人ですね、敗れた6人にもチャンスが残ってるかもしれない。そう、なんか敗者復活やるかやらないか迷ってるみたいな。じゃあ4000枚マイナスになった松本君にもチャンスあるってこと。4000枚もマイナスになった、目が潤ってんだからよ。早く終わらせたいな、もう。いつも面白いだけ、また切ってもらうからやるから。というわけで、ここから先のスロマガグランプリも乞うご期待ということで、ぜひともこの後もお楽しみくださいということで、それでは今回は皆さんありがとうございました。さようなら、バイバイ、バイバイ、ありがとうございました。はい、というわけで、はい、僕ら2人が残ったというわけで、はい、やりましたね。決勝戦も頑張りましょう、はい、頑張りましょう。決勝戦はね、なんか2人とも好きな、はい、いやー、あの騎士とか、そうですね、ハーデス様とか入れてほしいよね。ですね、はい、まあ、他のメンバーが次の、2回戦の方で、誰が残ってくるのか分かんないですけど、はい、僕らもちょっと今後中で、ね、優勝を狙っていきたいと思うんで。そうですね、はい、抜けたからには優勝目指して頑張りましょう、はい、じゃあ頑張るぞ。ではい、頑張るぞ。おお、はい、今回ね、あのね、プラスで終わったのが、あの、おのるくん一人だけだったんだけれども、実は2位争いがかなり熾烈だったというところをね、多分ね、実践してるみんなあんまり気づいてなかったと思うんですよ。バッチくんはね、巻き場王で、ズブズブいっちゃったんで、まあ、その中に当たっ入らなかったんだけども、それ以外のみんなは、まあ、マイナス1000枚から2000枚の範囲を比較的維持してて、その中にいれば誰でもの2位通過できる状態で、競ってたんで、個人的にね、解説的なことをしながら一視聴者に近い感じですごい楽しめました。多分収支的にもね、微妙なマイナス500枚以内に収まってる人たちが2位3位4位あたりにいると思うんで、そこら辺もね、実践見てくれた皆さん、こう自分のことのようにね、楽しんで見ていただけたらよかったんじゃないのかなと思います。総括すると、今回結構みんながすごい苦労しているのを感じました。なかなかこう立ち回りづらい状態で、思い通りこう打てなかったところもあったと思うんで、そんな中で、ななみちゃん、さらにカッペイ君は、しっかり大移動して2位争いにこう食いついてきたところなんかはすごい評価したいと思います。次回ね、あの2回目の予選、こちらもね、もっともっとね、しっかりと、解説できるように頑張りつつ、視聴者と似たような感じで、楽しみたいと思います。皆さん次回もお楽しみに。